サンフレッチェ広島でユースから昇格しプロデビュー。その後は愛媛、広島、浦和、京都と各カテゴリーで活躍する通称太陽の男森脇亮太。今回はそんな森脇にまつわる50の面白エピソードをご紹介します。悪道と名高い森脇だが、そんな森脇の嫁は一般女性とのことで、素顔や名前など情報は全く出ていない。悪道森脇を支える嫁は森脇同様血気盛んな鬼嫁だという噂も。そんな森脇は入籍した2013年10月10日直後の試合で決勝進出を果たした際のインタビューで、嫁にプレッシャーをかけられていたんですと話した。森脇同様血気盛んという噂も信憑性を増したのかもしれない。チームではムードメーカーとして活躍していた森脇は、2014年のレッツフェスタ2014においてチームメイトに服を脱がされお尻を露出してしまった。幸いテレビには映されなかったようだが、多くの観客が森脇のお尻を目に焼き付けたことだろう。悪道という印象が強い森脇だが、そんな森脇は過去に差別発言とも取れる発言をしている。2017年5月14日の鹿島戦において相手のブラジル人選手に臭いと発言。これによって森脇は2試合の出場停止処分を受けた。荒削りなプレーも目立つ森脇。そんな森脇は2014年8月の FC 東京戦において怪我から復帰し、ようやく本調子になった相手選手に深いタックルをお見舞いし病院送りにしてしまった。この時から FC 東京サポーターからは毎試合ブーイングされることになった。試合中に相手選手を病院送りにしてしまった森脇。そんな森脇は2022年9月愛媛県の交差点で交通事故を起こし、相手方を病院送りにしてしまった。車に乗っている間はフェアプレーを心がけてもらいたい。森脇の代名詞といえば、誘ってんじゃんわかるだろう。これは2014年9月の広島戦で、試合終了間際コーナー付近でボールキープをしている広島の選手を倒した後に腹心に向けた言葉だ。誘われたら断れない性格のよう。そんな森脇は2014年8月の大宮戦で得点を決め、ヒーローインタビューを受けた際に浦和サポーターから愛の大ブーイングを受けた。その後の得点を振り返ってくださいという質問に、このブーイングも嬉しいですと元気よく煽った。その後もインタビューに答え続けたのだが、インタビューの最中に浦和サポーターがチャントを歌い始めてしまった。それに対し、皆さん僕のインタビュー聞いてるかなと叫び、サポーターを笑わせた。2015年に浦和がファーストステージを優勝した際にトロフィーを掲げた森脇。しかし森脇以外は誰も喜ばないドッキリを仕掛けられてしまった。これには森脇も驚きの表情。チームメイトからも愛されていることがわかる一幕だった。翌年2016年にはルヴァンカップを優勝し、再びトロフィーを掲げた森脇。しかしこの時も森脇以外は誰も喜ばないドッキリを仕掛けられてしまう。仕掛け人の牧野はとても満足そうに笑っていた。森脇の次に興梠がトロフィーを掲げた際には、チームメイト、サポーターともに大喜び。それを見た森脇はもう一度リベンジをするが、またしても誰も喜ばず、ずっこける仕草を見せた。ずっこける際にはトロフィーが地面につかないように配慮しているところも高評価だ。2017年 ACL において優勝を収めた浦和レッズ。この時も森脇にトロフィーを掲げる順番が回ってきた。しかしここでも誰も喜ばず、しまいには他の選手は表彰台から降りていってしまう始末。 ACL という大舞台でも森脇劇場は健在だった。浦和を退団する際にはサポーターから愛のブーイングを受けた森脇。これに対し、ブーイングはダメダメと叫び、スタジアムを沸かせた。所属したチームのサポーター全員を虜にしてしまう男、森脇だった。ACL の上海戦において浦和は牧野のハンドで PK を献上。しかしキッカーオスカルは大きく枠から外してしまった。この時一番にオスカルに駆け寄ったのはチームメイトではなく森脇。オスカルの目の前で盛大にガッツポーズをし、煽っていたところを西川に止められた。古巣広島との試合において途中交代した森脇。その後原口が追加点を挙げた際に、森脇はユニフォームを脱ぎ大喜び。これに対し主審はレッドカードを提示し、実況に交代しても目立ちたいんですねと苦笑いされてしまった。この時森脇はルールを理解していなかったようで激高し、審判に詰め寄ろうとしたが他の選手に止められロッカールームに戻った。ちなみに目立ちたがり屋の退場劇は途中交代した選手以外は誰も気づいていなかったそう。広島時代に大宮からオファーが来ていたと明かした森脇。しかしちょうどそのタイミングで森保監督が広島の監督に就任。直接電話にて、一緒に強いサンフェレッチェを築いていこうと言われ、広島に残ることを決心したそうだ。この時自分だけにオファーくれて特別で嬉しいなぁと男気残留を決めたが、森保監督は他の選手に同じ内容の電話をかけていたことが後に判明。森保監督は根回しがお上手なよう。広島が優勝した年、森脇にはシーズン途中で浦和からオファーが来ていたという。さらに森脇は優勝が決まる前に浦和への移籍を決断したと語った。森脇からすれば広島に優勝という最高の置き土産ができたに違いない。森脇が広島から浦和に移籍した年を含め、広島は4年で3度のリーグ優勝を達成した。このことについて、悔しさはあったけど後悔はなかったと語った。森脇が移籍した後の方がチームの調子が良かったのかもしれない。
森脇が浦和に移籍した時の監督はヘドロビッチ監督だった。ヘドロビッチ監督に言われて一番残っているのは怖がらずに縦パスを入れ続けろという言葉だと語った。森脇から出る鋭い縦パスはヘドロビッチ監督の助言のおかげだったようだ。問題発言をし出場停止処分を食らったこともある森脇が語る自分のダメなところは自分の思っていることを自分の中に留めてしまうところだそうだ。過去の言動を見ていると全く留めている様子はないが、もし留めなければどれだけの問題発言が生まれるのか気になるところだ。現在もプロとして活躍している森脇だが、そんな森脇が幼少期に家でくつろいでいる時には、父親から家でゆっくりするなら外でボール蹴ってこいとスパルタ教育を受けていたと明かした。プロになるためには家族のサポートも必須のようだ。京都サンガ FC のチャンネルにおいて森脇王というクイズが開催され、誰が一番森脇のことを知っているのかを競い合う企画が行われた。自分の顔は5段階評価でいくつか聞かれた際にはマックスの5と満面の笑みで答え、回答者からこれは簡単と突っ込まれた。何事にも自信がないとプロでは活躍できないのだろう。自分に自信がある森脇だが、コンプレックスを聞かれた際には字が汚いことと答えた。回答者は面白くないところなどと回答していたことから、ムードメーカーの役割を担っているがあまり面白いとは思われていないのかもしれない。また好きな女性のタイプはという質問には、お尻をパーンと叩いてくれるような力強い女性と答えた。森脇の嫁については公開されていないが、やはり森脇をしっかりコントロールできる力強い女性であることは間違いなさそうだ。京都サンガ FC の選手の中で漫才コンビを組むならという質問には、黒木選手を挙げコンビ名はパロパロパルプンテにすると語った。これに対し回答者からはやっぱりおもんないと言われていた。またコンビを組んだ際の入りについては、どうも恭平ですと相方が挨拶をすると、森脇がやかましいわと突っ込むことを想定しているようだ。これに回答者の選手たちからは、お前がやかましいわと突っ込まれる始末、面白くはないが愛されキャラとしてチームに溶け込めているようだ。突然水をかけられた森脇のリアクションを予想するクイズでは全員が正解。中には動きまで的中させる選手もいた。今度コンプレックスを聞かれたら、ドッキリをかけられた際の反応のレパートリーの少なさと答えることをおすすめする。 J1 昇格に必要なことはと聞かれた際には、ビッグサポーターと答えた。過去に浦和に所属していたこともある森脇からすると、京都のサポーターの熱はまだまだ足りていないという不満の表れなのかもしれない。2011年のアジアカップで追加招集という形で日本代表に初めて参加した森脇だが、結局出番はなかった。その中でザッケローニ監督に森脇と呼ばれ、ベンチ横まで行ったが、ごめん間違えたと伝えられた事件があったと語った。その時が唯一監督と話した機会だったという。またカタールワールドカップのメンバーについて聞かれた際には、27人目に呼ばれるかと思ってテレビにかじりついていたとふざけて回答したが、アナウンサーは困惑。なんとも気まずい時間が流れてしまった。サンフレッチェ広島ユース時代の監督であった森山監督が現在 U17 日本代表の監督を務めている。森脇は森山監督に会うたび、将来はお願いしますと媚びを打っていると明かした。森脇も将来恩師の後を追い指導者の道に進むのだろうか。これまで浦和に複数のタイトルをもたらしてきた森脇だが、京都との契約が満了になった際には他のチームからオファーがなく、愛媛 FC と何度もコンタクトを取る中でようやくオファーを獲得したと語った。そう思うと56歳でなお現役を続けている三浦知良が偉大すぎる。今でこそチームのムードメーカーとして活躍する森脇だが、過去には余計なラフプレーが多すぎたため監督に3試合のベンチ外を言い渡され、俺もうダメっすとネガティブ発言をすることもあったそうだ。もしかすると無理して盛り上げていたのかもしれない。今でも現役として活躍する森脇には、試合翌日に試合映像を見返し自分のプレーの解析をするというルーティーンがある。真剣に見返し体に力が入りすぎてしまうあまりに、嫁に足の汗がすごいわよと突っ込まれることもあるそうだ。プロデビュー当時はネガティブだった森脇をポジティブな性格に変えたのはペトロビッチ監督だと語った。チャレンジした上での失敗は褒めてくれる監督のおかげで、森脇はムードメーカーとしても活躍できるようになったようだ。現在所属する愛媛 FC ではベテランとしてキャプテンシーを発揮しているが、チームメイトの徳重健太は、誰と比較できるほどのキャプテンシーか聞かれた際には、ホドルスキくらいしかいないですと元ドイツ代表の名前を挙げた。自身のインスタグラムにてユニフォーム撮影の様子をモデルさん風と題して投稿した森脇。これに対しサポーターからは、芸人さん風やちゃんとサッカーやれといったコメントが投稿され、開幕前にチームを盛り上げた。2013の浦和レッズは興梠、原口、柏木がチームを牽引しリーグ最多得点の66得点を記録。しかし牧野、森脇が攻撃的すぎたためにリーグ12位タイの56失点と守備面での脆さが露見した。3バックのうち2枚が牧野と森脇なら、得点数も失点数も納得の結果と感じた。
広島在籍時には愛媛 FC に期限付き移籍をした。この時徳島ボルティスとの四国ダービーにおいてホームアウェイどちらでも得点を記録した。この結果を見たサポーターからはダービー男と呼ばれるようになった。さらに自分のことを動物に例えるとという質問には虎と回答した。狙った獲物は逃がさないと語った森脇は嫁にもそのアプローチをしたのか気になるところ。嫁の他にも狙った女性は確実に仕留めているのかもしれない。2011年3月に行われた東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチでは日本代表の一員としてプレー。しかし試合数日前の募金の呼びかけ兼握手会において募金をしてくれた女性と握手をしようとするもスルーされ、岡崎と長谷部に慰められた。珍しく狙った獲物を逃がしてしまったようだ。誘ってんじゃんが代名詞になった森脇。そんな森脇に開き直ったのか自身の YouTube チャンネルに森脇亮太の誘ってんじゃん TV と名付けた。また FM 愛媛でも森脇亮太の誘ってんじゃんラジオが放送された。2010年のアジア杯では招集メンバーで唯一出場できなかった森脇だが、帰国時にはザッケローニ監督の指示で優勝カップを掲げて空港ロビーに現れた。これにはザッケローニ監督の気配りを称賛するコメントが相次いだ。チームメイトから面白くないと言われていることを気にしているのか、山里亮太のライブにトークの勉強をしに行っていることを明かした。やはりあれだけ面白くないと言われると、いくらポジティブな森脇でも傷ついたのかもしれない。FC 岐阜との試合後に元チームメイトの宇賀神選手や田中純也選手、庄司選手に絡みに行ったが3人ともにスルーされた。これには楽屋でも森脇劇場とコメント欄が盛り上がった。自身の誕生日に誰も歌ってくれなさそうだからと自分で自分にバースデーソングを歌う様子をインスタグラムに投稿した森脇。嫁に撮影してもらったようだが終始真顔で撮影していたらしい。浦和時代のサポーターからは愛のブーイングのコメントが寄せられた。そんな悪童森脇は試合の最後までピッチに立っていたらホームアウェイ関係なくどのチームにも一礼しているという。両サポーターが作り上げた雰囲気があるからこそサッカーの魅力や楽しさが伝わると語る森脇。こういう気持ちを持っているから多くのサポーターに愛されているに違いない。というわけで今回は森脇亮太にまつわる50の面白エピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこの動画ではサッカー選手の面白エピソードを紹介していますのでぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。